TWI、トレーニングウィズインインダストリー4スーパーバイザー、イコール監督者訓練、MTP、マネジメントトレーニングプログラム、イコール中級管理者訓練、CCS、シビルコミュニケーションセクション、イコール経営講座、CDP、キャリアディベロップメントプログラム、イコール個人別経歴開発管理、ヒューマンアセスメントイコール、人の能力、人事効果、自己申告制度、これらの人事情報をまとめたものイコール人事インベントリー、目録。ケーススタディとは、現実に起こった事例を材料にして、これをグループ討議にかけて、その本質を捉え、そこに内在する問題解決方法を発見する技法である。ブレーンストーミングとは、グループを作り、自由にアイデアを出させて、他者のアイデアを批判しない、他人のアイデアを活用して別のものに発展させるなど一定のルールに従って、アイデアを整理してまとめ上げていくものである。センシティビティトレーニングとは、人間関係のあり方をグループ体験を通じて学ぶものであり、話題も話し合いの形式もグループの自主性に任せ、メンバーは日頃意識に上らなかったり、忘れているような自己に対する理解、他者に対する理解、対人関係の持ち方、対人的相互作用のプロセス、集団場面での振る舞いなどについて洞察を深めていくことができる。モラールサーベイは、職場の管理に対する従業員の態度や意向を把握、測定し、作業時間、配置転換や福利厚生施設などに対する従業員の満足度を調査するものである。モラールサーベイは職場診断のほか、従業員とのコミュニケーションを図り、従業員の不平や不満を吐き出させるなど、調査自体に多くの効用を持つ。職務設計は従来、仕事を中心としてなされてきたが、やがて行動科学研究の進展により職務設計には人間的配慮が必要とされ、新しい概念に基づく職務設計が期待されるところである。つまり、従業員の積極的な職務の遂行のために何が必要であるのかを考慮して、職務設計が行われなければならない。その基本的考え方となるのが、動機づけに関する期待の理論であり、また従業員を人間として尊重するという QWL という考え方である。19世紀末におけるテイラーの科学的管理法では、動作研究と時間研究によって、作業を要素動作ごとに分解し、労働者の作業遂行に必要とされる標準作業時間を科学的に設定し、これに基づき労働者が1日になすべき標準作業量を定め、この標準作業量を超えたものについては単純出来高級よりも刺激の強い差別的出来高級を採用した。これは労働者を機械として捉え、また家業の達成を賃金刺激に求めていることから、一般に機械人モデルや経済人モデルと言われ、人間性を重視した管理にまでは至っていなかった。名誉、レスリスバーガーらの放送実験に端を発した人間関係論によって、人間の行動は所属集団の社会的慣行などに左右され、いわば心情的に行動するものであるという社会人モデルが提唱され、この人間の特質から職場におけるインフォーマルな組織の重要性を乱し、それが作業能率に多大な影響を及ぼすものであることが明らかにされた。その結果、生産性は従業員のモラールに左右され、モラールは上下の十分な意思疎通や従業員が組織の意思決定に何らかの形で参加することによって形成されるという考え方から、このモラールを高める施策が人間関係管理の施策として行われる。アージリスの未成熟成熟理論において、アージリスは健康な個人は常に成長発展をしたいという欲求、すなわち未成熟から成熟の段階に向かおうとする欲求を持っていると考えた。この理論をもとに提唱されたのが職務拡大である。これは職務の水平的拡大とも言われ、仕事の流れに従って作業者が遂行する職務の数を増加させることによって職務の幅を広げることである。マグレガーは X 理論 Y 理論を展開した。X 理論とは、人間は生来仕事が嫌いで、目的の達成のためには強制命令などが必要であり、自らは努力しないとする考え方である。これに対して Y 理論とは、生来仕事は嫌いではなく、目的を達成することにより自己実現の欲求が満足できるのであれば、自ら進んでその達成に努力するとする考え方である。この Y 理論をもとに具体的に実践したものが目標管理である。これは、従業員が自分の職務についての具体的な達成目標について計画し、その実現への努力をし、さらにその成果を自己評価するという、自主的管理の方法であり、ドラッカーが1954年に表した、現代の経営、で提唱したものである。ハーズバーグの動機づけ。イコール衛生理論では、仕事そのものに対する動機づけにつながるのは責任や達成感であり、対人関係などの衛生要因は不満を抑える働きはあるものの積極的な動機づけとはならないとしている。この考えに基づき提唱したのが、職務充実である。これは、仕事そのものを質的に進化させるため、仕事に計画や統制などの管理的要素を加え、責任や権限の範囲を拡大することである。職務の垂直的拡大とも言われている。